はい、皆さんこんにちは。今日はやばい。今日も暑いですね。携帯なんで2個持ってるんですか？これは違う、携帯じゃない。俺あのタブレット昔持ってたんだけど、それ、はい、あの契約しっぱなしで、はい、もう使えなかったから、はい、動画撮ったりするのに使いたいなと思って、はい、交換してきた。え、それはこれ電話じゃない、電話機能をなくした、はい、ただ単に iPhone。 次からそれでやるとこれで撮れる。で、まあ、今だまだセッティングしてないからなんだけど、っていうよりも今日はですね、はいはい、一つ皆さんにご報告というか、がありまして、それをちょっとお伝えしたいなということで、まあ、以前からあのジュニア教育っていうことで、うちのジャンガーのね、会社の方でね、いろいろと、まあ、ジュニア集めてセレクションやったりだとか、はい、ジュニアレッスン会やったりだとか、はい、そういうのやってきたよね、はい、で、まあ、ジャンガーとしてはまあ、それが精一杯だったんだけども、もっともっとこういろんなところでね、地方行ったりとか、多くのジュニアをね育てるっていう意味で、はい、今回ね NPO 法人を立ち上げたんですよ、はい、まあ、俺が立ち上げたわけじゃないんだけど、まあ、ジャンボさんが相談役となってね、はい、立ち上げた NPO 法人、ジャンボスポーツソリューション、はい、JSS ね、っていう法人がようやく出来上がって、発表するまでに至ったので、ここで、まあまあ、うちも今後もまあジュニア教育っていうものはしていかなきゃいけないんだけども、まあ、もっともっと大きな、ね、この NPO 法人さんで、まあ、全国回っていろんな教え方しましょうっていうことでね、はい、NPO 法人さんに、今後はジュニア教育のうちが今度はサポートする側になるのかな、はいはい、株式会社ジャンガーとしてねっていうことなんで、まあ、皆さんにもちょっと一応ねこういう法人ができたんで、報告ということで、伝えておきたいなということで今日はこの動画撮ってますと。で、まあやっぱりインターネットとかね、その辺もホームページも作ってあるんで、はい、その辺見てもらえば分かるんだけど、やっぱジャンボさん自体 そのジュニアに対する熱い思いとか、やっぱり日本とアメリカの環境の違いね、だからこう育ってくるまでの環境の違いとか、まあ、ゴルフのというスポーツの難しさみたいなのもジャンボさんに語ってもらって、それを文章にしてるから、はい、まあ、ちょっとぜひ読んでもらってチェックしてもらって、はい、まあ、そこからなんだ問い合わせかなんかでいろいろと、まあ、ジュニアの持ってらっしゃるね、親から、親の人たちからだとね、発信、向こうから連絡できるような形にも取ってるらしいんで、ジャンボスポーツソリューション、お前も覚えておくよ。いや、だから僕さっき今ツイッターしたから。あ、した、うん、っていうのが今日ね、発表されたんで、はい、まあ、ジャンガーチャンネルで、まあ、いろいろジュニアの方もやっていきますけども、今後はそっちのジャンボスポーツソリューションも、まあ、一つちょっと頭の片隅に置いといてもらえますと、全国いろんなところで、ね、催し物をやるということで、まあ、今後はうちらはそのサポートをするというような形になると思いますけど、ということで今日はね、こういう報告をしたかった、うん、で、今日は何、国連はしなかった。コソ連どころ、今日の暑さやばいから。いや、やばいからっていうようなあれじゃない、その色の黒さから言ったらもう外にしかいない人なんだから。やばいっす、今日やばい。でもね、カラッとした暑さ、蒸したら、ね、昨日、一昨日はちょっとひどかったもんね、うん、まあ、だからちょっと撮りたかったんだけどさ、なかなか帰ってこないからさ、ちょっとレッスンしてたっす。ああ、社長の、はい、うん、ということで、ウェブサイトもね、あるらしいんで、はい、うちのジャンガーよりも先にウェブサイト来ちゃったね。ということで、説明の方に一応、ホームページと、フェイスブックもね、なんか立ち上げたっていうことなんで、うちのジャンガーのフェイスブックともども、はい、今後ともよろしくお願いしますということです。